フランシス・チャニング・バーローは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の弁護士、政治家であり、南北戦争の時は、北軍の将軍だった。バーローは、ニューヨーク州ブルックリンで、ユニテリアン教会の牧師の息子として生まれたが、母の生まれ故郷である、マサチューセッツ州、ブルックラインで育てられた。ハーバード大学で法律を学び、同級で一番の成績で卒業し、 1861年に南北戦争が勃発した時はニューヨークトリビューン氏の職員として法律実務を行っていた。1861年4月、バーローは第12ニューヨーク民兵隊に一兵卒として入隊したが、それは1日だけの新婚生活を過ごした後に新妻・アラベラ・ウォートングリフィス・バーローを残してのことだった。 入隊した最初の月に勝利に任官された。その所属する連隊は、徴兵期間がわずか3ヶ月であり、それが切れた時に仲間と共に収益解除されたが、間もなく新しい連隊を見つけた。11月までに第61ニューヨーク連隊の中佐となり、1862年春の半島方面作戦の時までにその大佐となった。バーローは、 セブンパインズの戦いがウイジンとなり、ポトマック軍、第二軍団のオリバー・オー・ハワード巡将に指揮される、旅団に属した。7日間の戦いにおけるグレンデールの戦いでは、その連隊が旅団の残りと分離され、その独自判断によって、戦いの音がする方向に部隊を進め、南軍の前線に遭遇して、銃剣突撃を率いた。敵は逃亡し、 バーローは落ちていた南軍機を拾った。マルバーンヒルの戦いでは、バーローの部隊が繰り返される、南軍の盲襲に対して、前線をうまく守った。アンティータムの戦いでは、第二軍団第一師団の第一旅団を指揮し、悪名高い、くぼんだ道での戦闘の中心にあり、約300名の捕虜を捕まえた。バーローは、砲弾で顔面を、武道弾で素刑部を負傷した。 ジョン C ・ゴールドウェルジュンショーが、その公式報告書で、バーローのことを次のように記した。称賛すべきことといえば、その最も傑出した勇敢さ、最大の冷静で素早い認識、重荷の下で部隊を扱う最大の即応性と、技術は、まさに彼のおかげである。彼があらゆる緊急時に十分に対応できるというのは、単なる公正さに過ぎず、 疑いもなく彼はもっと高い指揮官の任務を名誉を持ってまたこの国に恩恵を持って果たした。ジョン・シーゴールドウェル、アンティー・タムの戦い公式報告書戦闘の2日後、バーローは志願兵の順将に昇進した。バーローは普通ではない将軍であり、ほっそりした体つきに穏やかで少年のような顔立ち、将軍に共通する、髭のない青ざめた頬、及び細い声をしていた。 ボタンを止めていない制服の上着の下谷には、しばしば、チェックのフラネル製キコリシャツを着る略装をしていた。ジョージ・ミード少将の参謀士官の一人は、バーローが、高度に価値気な馬に切った新聞売りに見えると記した。しかしバーローは、強い自信を持った攻撃的戦士という評判があった。軍の発給する、士官要件を傾向するよりも徴兵された騎兵の、重いサーベルを帯び、 落語者の尻を強打するのに用いた。バーローは、アンティータムで負った傷のために何ヶ月も苦しみ、ひどく痩せてきて医者が、マラリアの影響と呼ぶものを患った。完全には回復していなかったが、1863年4月には、軍隊に復帰し、チャンセラーズビルの戦いでは、第11軍団、第2師団の第2旅団を指揮した。そこでは所属する軍団が、 南軍ストーンウォール・ジャクソン中将の破壊的、側面攻撃にさらされ、改装させられたが、バーローの旅団は、第三軍団の支援につけられており、屈辱を免れた。この戦闘の後で、ハワード将軍が、バーローを負傷した第十一軍団第一師団長に、代わって昇格させ、敗北した旅団の戦闘性能を、回復するよう命令をつけた。バーローは、人気のある、 レオポルド・フォン・ギルザ大佐を逮捕することで部隊を叱り、部隊兵はバーローのことを小さな暴君とみなした。1863年7月、ゲティスバーグの戦いで、バーローはその不幸な手段を指揮し、ブローチャーズ・ノールで防御的陣地を敷いた。そこは現在バーローズ・ノールと呼ばれている。不幸なことに、その少し盛り上がった地形は他の 第11軍団の師団に比較してかなり前に出ており、バーローの陣地は多面から攻撃できる都市粒になっていた。南軍ジュバルアーリー中将の師団が、バーロー師団を圧倒しかなりの損失を出させ、バーロー自身も負傷して、死に行くままに戦場に残された。バーローは、南軍のジョンビーゴードン少将に見つけられて世話され、野戦病院に送られた。一九百一年に、 ゴードンが書いた証言によれば、ゴードンは、バーローの妻に南軍キャンプに入って負傷した夫の世話をすることを許したということだが、この証言は作り話と考えられている。交換に広まった話では、ゴードンは、バーローが死んだものと思い、高燃料者が出会った時に、お互いが生きていることを知って、大変驚いたということである。バーローのその後の従軍記録を調べてもこの話も、 ありそうにない。南軍が7月4日に、ゲティスバーグから撤退したとき、バーローはその後に残されて北軍によって回収された。バーローは長期間入院し、1864年4月まで副隊できなかったが、この時は、ユリシーズ・グラント中将のオーバーランド方面作戦に間に合った。バーローは、荒野の戦いで、ウィンフィールド・スコット・ハンコック少将の第二軍団で、 第一師団を指揮した。スポットシルバニアコートハウスの戦いでは、その師団がエモリー・アプトン大佐が編み出した衝撃的戦術に組み入れられ、ミュール州の南軍残豪戦を吸収して、援軍がつけ込める突破を果たした。白兵戦が21時間も続き、これは南北戦争でも最長の白兵戦となり、その後バーロー師団はついに突破した。バーローは、 同じ部隊を指揮して、コールドハーバーの戦いや、ピーターズバーグ包囲戦を戦った。ピーターズバーグでは7月に病気休暇をもらったが、アポマトックス方面作戦では、第2軍団、第2師団長に復帰した。1865年5月25日には、師願兵の少将に昇進した。妻のアナベラ・バーローは従軍監護区として奉仕し、1864年夏に、バーローが、 オーバーランド方面作戦に出ている間に、チフスで死んだ。戦後バーローは、ロバート・グールド賞の島へ連賞と再婚した。バーローは1865年11月に陸軍を、離れ、連邦保安官、ニューヨーク州、ストム長官及び、ニューヨーク州検察長官を務めて、ボストウィードを告発し、その後法律実務に戻った。アメリカ法廷弁護士協会の設立者になった。 共和党で活動し、ヘイズ・ティルデン選挙不正を調査した。バーローは、ブライト病のために、ニューヨーク市で死に、マサチューセッツ州、ブルックラインのウォルナット・ストリート墓地に埋葬されている。ありがとうございます。